失敗の今まで何回あったんだよ、マジああ、まあでも、ちゃんと尋問したことにはなってるわ。で。ああ、そうなの。セフセフ。なんか遠くですげえ爆発してる。ほんとさ、カルテルは麻薬絡みの、まあ、ギャングっていうのは分かってるけどさ、ユニダットの方がよっぽどギャングなんじゃねえの？で、アントニオ移動してるね。車呼ぼう。ハック係とりあに乗えり物ず、念のか。ために SUV にして、そっちか、機銃について。幹部について何か通分信入かった。た？名前はアントニオ。コカインの問題を多少抱えてる。粉に囲まれてるのが悪い。力になれると伝えて。連れて行くから直接行ってくれ。猪ア木ントニがオなのんかデータね、が来た。人を襲ったりしちゃうっていう。ちょっと待ってね。アントニオのデータがやってきた。ちょっと見てみよう。おう。モホコ用を通過する粉は週に6トンを超える。ブラジルやアメリカ、ヨーロッパへ送り出されるまでここに保管されるの。ここの部署、つまりボスはアントニオよ。コカインを守るのが彼の仕事。一日中コカインに囲まれてるってのは大変な仕事なの。太った子が砂糖工場で働いていて、砂糖を食べまくったらどうなる？脳が腐り、電話に出なくなり、仲間を信用しなくなり、家に帰らなくなる。ブツが到着するスケジュールを誰とも共有しなくなる。コカインの輸送に関してはアントニオは金庫のように堅固。それを破りたいの。アントニオ、典型的な麻薬中毒者。あらまあ。麻薬を吸っては人を信用しなくなり、挙句の果てに倒し、家に帰らなくなり、っていう感じ。ひどい。よくなんか白い紙に少量の粉を引いて、ってなんか吸う感じだ。で、アントニオなんか向こうからこっちに接近してるね。護衛はいないっぽいけどね。なら、普通に停止させちゃうか。ボンバーへ。あ、でもちょっといい車だ。タイヤを打って。きつ殺せと言ったか。いや、おう、俺タイヤ狙ってたのにして、ガクンってなってちょうど頭にパス。ああ、ボンバーへしちゃった。まずあんな車高低い車でタイヤ狙えばきついよ。そうだね。普通に幅寄せして、前に回って止めよう。に乗り物を頼んだ。いやー、またあんな遠くにいるし、こっち待ってればこっち降りてくるんじゃないの、しっかり捕まってろ。おお、まあいいでしょう。このまま追突しよそうです。よっしゃ。衝突の衝撃で行かれても困るんだけど。ボンバイエ、降りた。降りた。はい、こんにちは。動くな。あ、多くは喋んない感じ。まあいいでしょう。ちょっと車借りるね。さあ連行しよう。なんだ、麻薬中毒者だっていうから、なんかもっと暴れ回ると思ったんだけど。ねえ、そうでもない。密告者は誰だ。俺を裏切りやがったのはどこのどいつだ。誰も裏切ってないぞ。シャーマンに未来を予言してもらった。なるほどな。くたばりやがれ。言ってろ。万が一粉が見つかったとしても奪えやしねえ。ブツはどれも俺の優秀な部下がしっかりと守ってるから。優秀？そうか。会えるのは楽しみだろ。優秀？我々が一丁前の兵士であるわけでもないけど、優秀かと言われれば。到着。
ご飯食べてた。はい、あ、間違った間違った。あれ？今の地方は乗ってないんだけど、あれ、インタラクトでいいのかな？いいんじゃない？アントニオ、会えて嬉しいわ。うせやがれ、クソ。あら、くどいたって無駄よ。なんだこりゃ。クリスマス。ニュースは見たか。何のニュースだ。あんたの。死因は過剰摂取。俺に何を。役付けになったところを見せてもらうわよ。何としてでも。アントニオ猪木かな。ほら、まだあるでしょ。もっと。聞こえたろ、もっとだ。もう心臓が、心臓が爆発しそうだ。頼む。それが目的。さっさと片付けて。頼む。ニディアを探してるんだろ。ハリスコにいる。メキシコのサンタブランカが投資してる。どれくらいいるかわからない。本当だ。回復の第一歩は自分の問題を認めること。そしてあんたは問題を抱えてる。とても大きな。おお、口の終わらせ方がすごいよね。なかなか。アントニオの尋問が終わったわ。収穫は。あいつの泣き今回のこのハンドガン結構いいんじゃない。隠し場所や倉庫、最後の1グラムまで教えてくれたわ。サンタブランカで経営陣の交代があるかもな。アントニオが使ってた隠し場所に火をつけたかったらどうぞ。他の人に任せてもいい。コカインは逃げないわ。了解。近くに寄ることがあったら煙で知らせる。よし、アントニオは無事にボンバイエして、麻薬って怖いね。麻薬って怖いね。映像が来たから見てみよう。言い訳は聞きたくない。今すぐ金を渡せ。ニディアが何とかする。スエーニョ、もうここで決断すべきじゃないか。ニディアは長い間我々に尽くしてきた。長すぎて焼きが回ったのかもしれないな。これまで幹部の入れ替わりを見続けてきた。死の死を経験しない王などいない。だがニディア・フロレスは違う。私は幼い頃から彼女の面倒を見てきた。かけがえのない娘と言っても過言ではない。彼女は私の女王だ。彼女を狼たちに食わせたら私の一部も死ぬことだろう。金は用意する。本当だ。約束しよう。後悔させないでくれよ。頼んだぞ。アントニオの奥さん、エロイちゃんね。繋いでくれ。もしもし、よくもやってくれたわね。おいおい、落ち着いてゆっくり話してくれ。あんたたちと話したのがバレたわ。絶対に殺される。今はどこに。教会に隠れてるけど、私を探してる奴らがいる。そこにいてくれ。今から向かう。奥さんがピンチ。てっきりここ終わったと思ったけど、まだあるね。うん。ああ、もうパーツケースと武器ケースは回収しきってるね。コカイン全破壊と奥さん救えだから、こっちやろ。アントニオの妻ガブリエラがカルテルと揉めてる。Okay. 彼女を連れ出せば連中について私たちの知らないことを教えてくれるかもしれない。あ、2キロか。遠いな。ブラボーにファストトラベル。ブラボー来た。ロード中で麻薬中毒者の奥さんを救えっていうところ。ああ、そうだった。
アントニオの妻ガブリエラがカルテルと揉めてる。彼女を連れ出せば連中について私たちの知らないことを教えてくれるかもしれない。そう、猪木の奥さんを救えっていう話だ。あー、危ねえ。走行レーダーのあるらしいですよ。どうとなかなかやばい。どうしよう。やべやべ、あぶねあぶね。唐突に、ああ、走行ドーザーなんてこの世界にあるの。ドーザーね。ドーザー。なんかね、そろそろこういう殺風景な風景に、まあ、豪邸があったり、なんか集落があったりって感じだけど、どっかこの世界にも、なんだろう、富豪しかいないような地方はないものかな。ああ、面白そうだね。ドローン飛行中。なんか奥さんがカルテルと揉めてるっていうけど、え、そうでもなくね。なんもいないじゃん。何中で揉めてんの。いや、移動する、ついてこい。え、なんか お祈りしてる。あ、お祈りしてる。はい、なんかすでに襲われてて助けて殺されちゃうっていう感じだと思ってたんだけど、あ、普通にいるじゃん。すげえ。円弧の花火見に行きました。先導するっつ、乗ってくる、中入ってくる。あ、待って、敵来てる。円弧の花火はまだ見てないです。爆発しろ。絶対やばいよね、これ。あ、この車ダメっぽいな。ハロー、この人ヘリコプターに乗るのかな。パック係に乗り物を頼んだ。ちょっと俺が先導しよう。ん？うん。こっちこっち。パックはいつも離れに乗り物を置いてくし、車に引かれないように注意してやって。引かれないようにつ、まあ、また車来てるわ。走行車。ほんとだ、見えた。あれ違うな。いや、早く乗っけちゃおう。俺が操縦する。乗ってくれる。乗って乗って。はい、乗った乗った。あー、ユニタットのヘリだ。実はね、このヘリなんだけどね、うん、あの、何も話さなければよかった。あんたたちのせいで殺される。なんだ奥さん。いらない、約束する。私は違ったの。出会った頃のアントニオはすごく優しかった。ラブレターもくれたわ。今時誰も書かないのに。けど彼は違った。私はからかったけど、今じゃそれも笑えない。麻薬は人を変える。こんな生活してたら無理もない。生き残るには用心深くなるしかないの。そうしてるうちに未来が見えなくなってくる。これはチャンスだ。あんたはやり直せる。住む場。あ、ごめん、会話止めちゃった。あ、夫が麻薬に染まっちゃったから大変だよっていう人。このヘリコプターなんだけどね、アップデートでさ、挙動が変わったって言ったけど、以前のクラシックタイプにも戻すことができたんだよね、うん、オプションで。あ、そうなの。できたんだけど、レティクルまで消えやがったから、ちょっとそれは無理だから。いや、結局この挙動のままでインタラクト。おアントニオにはもう会えないわよ、二度と。今アメリカの刑務所に向かってて、そこで一生を過ごすの。この先70年毎日同じ壁を眺めて、同じ便器で用を足す。そして自問自答を繰り返し、最後に心が壊れる。彼はおしまいよ。でもあなたには選択肢がある。逃げたいなら逃げてもいい。もちろん通りを渡り終える前に殺されるだろうけど。私が何も知らなかったら。この人反乱軍にヤバいことされそう。妄想。左右をよく見て渡るのね。
情報吐かせる気満々じゃない。これ違うやつか。救出は OK。 ボーマンと奥さんとでちょっと胸部の格差が見えたけど、じゃこっち行こう。モホコより隠された大量のコカインの場所をアントニオが吐いた。これが核の部分かもしれない。破壊してちょうだい。こっちを破壊しちゃってもこの地方は OK。 奥さんも中毒になった猪木も救って、うん、解決。猪木はもうダメだろ。あんまり猪木猪木言ってたらちょっと風評被害だけど。やばい。コカインの主要保管場所がここ。ここが主要保管場所ね。そんなになさそうだけど、いるわ。まあまあいつも通り。まずは、サチ、発電機あった。発電機壊しちゃうわ。なんめっちゃいるな。いるけど、まあ発電機、ほい。はい、発電機破壊 OK。おい、クソ、どうなってんだ。これで警報はつかないでしょ。あいつやっちゃうか。うん。やれそう。ちょっと暗くて見えないや、このスコープ。やった。ナイス。あれめっちゃいいスコープあったから今つけてんだよね。俺は今相変わらずの MP7 とガスマスクつけてコカイン燃やそう提案。車両破壊用の HTI だしな。 HTI ももう随分長いこと持ってるけど、あ MSR と F2 持ってる。マサルか。うん、こいつやっちゃうわ。FF だけ見てました、うん、こんばんは。はい、タッツーさんこんばんは。うん、うん、あのスナイパーはいいとこに来てくれない。敵多いな。ほんとな。ちょっと待ってね、電源壊したからもう警報はなんないよな。お警報っぽいものもなさそうだけど。大丈夫か。ミス。オッケーオッケーオッケー、セーフ。まだ全員は警戒してないけど。ん、じゃあちょっと右側から潰していくわ。うん。危ない危ない危ない。大丈夫、左側敵多いから。人越しに見られるの本当にやめてほしい。おっと、これ誰殺しても見られるよ。ナイスナイス。うん、まあ、でも警報はなんないな。これ地下あるの？バレたーん。お静かに。ふあの前の地方をね倒した時にもらったスペシャル武器のハンドガンさ、サプレッサーついてたから早速使ってるんだけど。そう、俺も使ってる。結構実用性のあるハンドガンだと思うよ。よし、待った待った待った迫撃。うわ、本当にこの危ねえ。危ねえ。あの監視と見えないドローン。あー待って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 、準備完了。ガバエムはいつものこと。ヘリ来てる。壊す壊す壊す。おっ、痛い痛い痛い。あーもうね、歩兵よりヘリの方が弱いんじゃない。
的がでかいもんな。うん、よし。おお、びっくりした、スナイパーいた。敵を仕留めた。いや、変ね、全然変ね。ちょっと硬いし。あ、ガバガバ。おう、フラッシュバン。気をつけろ、フラッシュバンを投げる。ラバ。お、あれ、相手出てた。いるやんけ。このとユニダットじゃん。ユニダット無視。無視できない。本当ユニダット。お呼びじゃないのに。あー、車両来た。車両入ってきてるよ。だって地下あるから地下に逃げれるで。オッケー。勝てユニダット。戦ったら警戒度上がらない。オッケー。ちょっと行こう行こう行こう。お前も一緒についてこい。でもこれ地下に潜ったら最後もう。ねえ、上に上がったらたっぷり。いや、ユニダットが待ってる。やるだけやってデスルーラすれば。デスルーラ。お、解除してくれた。うん、地下に入っただけなのに。あれ、あ、ここ開けちゃまずかったんじゃない？これ絶対まずいでしょこれ。あ、逃げて逃げて逃げて。まだ捜索してるよあの人たち。でさ、多分、うん、50個ってことはさ、これ全部だよね。うん、マーク出てないけどそういうことなのかな。かとりあえずポイポイし。これなんか中来られたらちょっとバレるから、ちょっと待ってね。とりあえず C4 行っちゃう。C4 設置した。爆薬セット完了。爆破準備できた。ああ、真逆の方向行ったのか。ああ、警戒解けたね。ちょっと解けてない。ここまだ C4 を置けてないから置いてほしい。はい、C4 設置完了。ここで補充できるよ。あ、補充しても消えない、ね。多分消えないと思う。完了。ゴーストリコンは。ああ。まあこんなこと、まあこんなもんでしょ。爆破準備できた。でないとお前も爆破しちゃうぞ。あ、ここい。まあ、いっか。出た。オッケー。やったな。おお。ちょっと火薬多かったな。今来ました。一番大きな保管場所を失ったんだ。穏やかには終わらないだろう。幸福さん、こんばんは。ボーマン、こちらノマド。モホコヨにある主要なコカインの保管場所は破壊した。よくやったわ。コカインとアントニオの両方を失ったことは、うん、カルテルにとって大きな痛手よ。モホコヨの事業は今後しばらく麻痺するわね。了解なら次のエリアに移動する。学校に接近中。次のエリア。だから女たちが見えるか、うん、ランチョサバラにいた連中かもしれないな。次レベルマックスのとこだっけ。生徒はどこにいるんだ。うん、特に新しいムービーも入ってこないというか、前見たか。よし、うん、ここの地方は、まあ、パーツも武器も回収してるから OK。 初めて見た動画が WF4 キャンペーンでした。そう、ここのメダルだけ取りたいんだった。そうだ、あ、メダル、あ、ここにメダルある、うん、フラッシュバン2個追加。フラッシュバンね、なんかまだうろついてるのが嫌なんだけど、ユニダット。まあまあ。おい、サンタブランカのメダルを見つけた。いい土産になるぜ。